変わったから、どうしていこうかなっていうのを皆さんと一緒に考えたい。星投げとコメントのカウントがなくなったみたいでね。だから星を集めるっていうことがしなくなって、レイメイさんありがとう星。そうなくなったから、なんだっけ、星を集める時間はなくなったけど、あのミッションが、そうミッションをクリアしてキラキラに変わったのかな、をゲットして、それでなんか応援していただけるとか。なのでどういう時間配分にしていこうかなって、とっても迷っておりまして、そう前はね星を集めたりがあったので、15分とか30分間隔でね、時間スケジュールを考えてたんですけど、変わっちゃったからどうしますか。できる時間にバーってやるのか、みんなはどんな感じで時間を組んでいるのでしょうか。そう、でミッションはお昼2回、1日2回あって、お昼とね夜にあるっていうのをさっきねちょっと見てたんですよ。どう変わるのかなって。だからその間にできたらいいのかな。星集める代わりに10ルーム見たらゴールドが30G もらえるから、それをもらってユリアイテムを投げる作戦。他のルームさんのところに行くと星じゃなくてゴールドが集まるってことか。キラキラは1回100個しか投げれないんだっけ。あ、どうだったっけな、ちょっと限られてた気がするね。確か。100個だね。じゃあ500個って書いてある。ん？あ、1ルームに100個だって書いてある。1ルーム100個、そうだね。ミッションが お昼の14時59分までと、3時から夜中の2時59分までの2回に分けてミッションをクリアしていただくともらえる、キラキラ星がもらえるらしいので、で合ってるのかな間違えてたらごめんなさいだけど、キラキラ星はその1日2回の2回に分けてゲットできるから、
でその間にお昼と夜で100個ずつって決まってるんだって、キラキラを投げれる個数が。だからお昼の3時までに、お昼と夜で1回ずつは絶対配信したいなって感じだね。だからあんまりその前みたいに細かく刻んでというよりは、はあんまり気にしなす、気にしなさす、うん、気にしなくていいという、気にしすぎなくていい。みんなが見やすい時間と私ができる時間を合わせてね、やれたらいいんじゃないかなって思った。まず明日のスケジュールを組まないといけないから、平日となるとね、ミッションって結構、ミッションってどんな感じなんだ。私のアカウントで見れるのかな。お昼にはねしたいよね、一旦。3時が今日境目の時間、そう、14時59分から夜の部になる。音消したら仕事中でも見れる。怒られないかな。そうだからね、でもミッションっていうのはどこでやるんですか。今から説明しますね。ミッションというものはですね、どこでから見るのかな。私の配信の、あ、これは被っちゃうか、ちょっと待ってね、ノーノーノー、待ってね、どこから見るの。探しに切らんかった。雷マーク押したらミッション確認できるよだって。自分入ってみて、ああ違う、雷マーク、自分のうちわかんない。1ルーム30秒見たら1ルームクリア、それを10ルームこなす。なるほど。ってことは30秒見たらクリアなんだ。待ってさ、これ書こう、書くね。ミッションクリア方法、まずミッションを3、書けるさ、紙が、ちょっと待ってね、よいしょ、ちっちゃい紙になってもいいかな。私の落書き帳みたいなのがもうね、なくなってた、紙が使えなくなってた、うん、なんかまず待って、まとめるね。まずコメントの横の雷マークを押したらミッションが確認できるそうです。待って、じゃあまず、お時間がある方にやってほしいこと、その1、よいしょよいしょ、雷マーク、うん、薄い薄かった、見て、薄い、カスカスだ、黄色で見えるかな、
見えるかな。あ、あんまりオレンジになっちゃう。見える？あ、見える。オレンジでいきます。その1、ででん、雷マーク、タップ。雷マークをタップしまして、そこからします。新人限定枠ではなくて、明日です。明日からなんでしょう。そう、生誕のデザイン、そういっぱい書いててなくなったんだよね。ちょっと待って、コメントとさ追いついてない。はい。まず雷マークをタップしてから。ミッションを確認します。待って、ミッションってさ、日にミッションって毎回一緒なのかな。違うね。ミッション。ミッション。一緒か。あのさ、まとめ方が難しい。待って、後でちゃんとさ、あれにしますね。あのちゃんと書いて携帯でまとめるけど、一旦今まとめるとしたら、雷マークタップしてミッションクリアする。筆が止まった。ミッションクリアして、タルーム30秒かける10で最大何で30ゴールドもらえる。30ゴールドゲットって合ってる？うん、合ってる。で、時間制限が3時、何時だったっけ、3時これって視聴、そのミッションの視聴はコメントとかいるのかな。27時から14時59分、15時から26時19分の2つの枠があります。って感じで OK かな。あ、コメントもいらないんだね。視聴するだけ。ミッションを全部クリアすると70ゴールドもらえるってことで OK？ 誰かどうですか皆さん。ミッションで得たゴールドは1日ぐらいで切れます。あ、じゃあもうゲットできたらすぐに使ってください。
使ってくれると嬉しいです。え、なんか合ってる？これで合ってるのかな。その大成ショールームさんが新機能になって初めてのイベントだから、すっごく正解を探しながらになっちゃうけど、よろしくお願いします。ミッション全部クリアしたら70ギガゴールドだよね。最大140ゴールドですって。前半70ゴールド、あ、昼夜で合計140、70、70。1日で最高140ですね。ね、めっちゃ見えんよね、ごめんね。これってもしかして反転してる？ガーン。そう、手探りって言葉だ。手探りになると思いますが、よろしくお願いします。コメントはミッション中に1回だけ必要だよ。定型コメントでも OK ですって。皆さん、あのルーム、他のルームさんに遊びに行ったらコメントをして戻ってきてください。ミッションって絶対せないかん、絶対ではないけど、前みたいに星集めとかがなくなってこのミッションになったよっていう話ですかね。夜獲得した70ゴールド、明日の昼使えるの？誰かというコメントを、皆さん誰か答えしてくださいませ。重配信見るのがちょっと面倒かも。確かにそうだよね。だから本当に無理ない程度で、本当に全然ミッションクリアしなくてもいいし、ただ見に来てくれるだけで嬉しいので、ちょっと暇だなみたいな時にいつもより、そのいつもしてる、いつも週にそんな数回とかだけど、この1週間ぐらいは期間が終わるまでは毎日やるので、ちょっと暇だなって時とかに遊びに来てくれると私は嬉しい。明日からイベント始まる。そうだね、だからそう、あとさ、配信じゃなくてコンサートとかもあるから、あのコンサートの日は難しそうだけど、でも、あ、でもできるかな。まあ時間探してやりますが、そう、時間がね、多分何時にできますっていうのが、コンサートとかリハがあるとあんまり定かではなくなっちゃうですよね。だからそこがちょっと不安なとこではありますね。今回鈍化ぶりなので、リハといい、あるものといい、コンサートといいっていう感じなので、ちょっとずつね、時間をしていきたいと。スケジュール確認してね。ちょっと待って、髪の毛ぼさって、後でまとめるね。こんな感じです。応援よろしくお願いします。まず明日は
朝、明日は何時にしましょうか。朝しようかな。まず3時までに 2回くらいはしておきたい。1時間半ずつぐらいで考えたらいいのかな。モバネメかチャットがいいかも。可能性有利だ。スケジュールをってことかな。あれ明日なん、あ、5時からだっけ明日。5時からだった。危な危なっていうか、明日5時、みんなを早起きさせるところからだった。とっこだった。うん？早起きさせるところだったね。危なかった。5時からか。ちょっとその時間が厳しいかな。これって、お昼に集めたゴールドも夜にもあれできるのかな。でもできるだけ、そうだね、繰り越せるんだ。だったらもし時間的に無理だったら夜だけとかになっちゃってもいいのかな。お昼絶対ってじゃなくてもいいのかな。あ、次の日まで使えるんだ。そっか。じゃあまあ夜長めの方がいい。そっか。でも私もできる時間となるとめっちゃ朝早いか夜とかになっちゃうから、まあ時間的にはいいね、いけるかな。でもそう、結構ありがたいかも。前は結構小刻みにやってたから、小刻みにやってたし、星を集めたりを皆さんにねお願いしてたから、結構時間の配分もみんな難しかったし、私もなんか何分空けてみたいな感じでやってたから、もう計算も分かんなくなってたけど、結構分かりやすくなった気がするな。私だけ？そう、数字がさあんまり得意じゃないからさ、この時間の1時間45分後のとかやって考えてたから、結構嬉しいかも。時間のそういうあれがないと。捨て星とかね、あったね。もうほんと難しかったね。懐かしいの息に入ってるよ。もう星は捨て星とか懐かしいもう懐かしんじゃってる。難しかったよね。キラキラ星は午前と午後で200個投げれるってことかな。100個じゃなかったっけ。あ、違う、ゲットできるのが100個、1ルーム100個ずつだから1日200個だね。合ってる。そうだ、だからお昼と夜で1回ずつはしておいた方がいいってことかな。ん？合ってる？
何時にするかは X で告知していく。モバメやチャットじゃあんまり X がよ、うん、でしようかなって思ってたけど、どうだろう。各時間帯100個ですか。あれ、キラキラとゴールドがごっちゃになってるような。確かに今ごっちゃになってた。同じって考えてたな。キラキラは、キラキラはポイントつくの。キラキラはどうなる、カウント、キラキラはカウントされるのかな。ちょっとこれから勉強しながらやっていきましょう。とりあえず明日は5時からなので、5時はちょっと厳しいので、また時間を時間を決めてツイッターに載せます。 X かに載せますので、キラキラもカウントされるんだって。なので皆さん、よろしくお願いします。明日から。それではもうそろそろ終わります。無理しないでね、ありがとう。皆さんも無理しないで見に来てください。ぜひいっぱいお話しましょう。なんか企画というか、なんか前回みたいにいろいろできるかわからないけど、頑張って皆さんと一緒に楽しい1週間にしたいなと思います。よろしくお願いします。コンサートもあるしね。そう、いろんなねイベント時期とかぶってるからね、どうなるのかわかんないけど走り抜けたいと思います。ハッシュタグ何にしよう。ちょっとおしゃれに行ってみない、行ってみない、行ってみよう。今回は私いつも日本語だから、ちょっと英語とかにしてみるか おしゃれじゃないって言いたいんじゃなくて結構日本語だったんじゃないですか。ちょっと英語とかいいなとか思っちゃったりはしたけど、まあまあまあ、それはビスイベント、シンプルにビス、まあこれもちょっと考えながらね、明日にでも考えていきましょう。私はファッションとか、ファッションとか雑誌とかがすごく好きだったので、前回このビスさんのイベントもあってたんですけど、参加しできなかったので、今回こうやって参加できるということで、そしてなんだっけ、あ、そう、ファッションイベントの参加出演のチャンスもゲットできるという
最高なイベントなので、ここをちょっと皆さんと一緒に突っ走って、またファッションアイドルだけじゃなくてね、アイドルじゃなくだけじゃない一面をまた見せれたらいいなって思います。ガルアワに出させていただいた時、すごい皆さん喜んでくださったので、またね、そうやって一人でも多くの方に名前をと顔をね知っていただいて、グループにも貢献できたらいいなというふうに考えて参加させていただきましたので、ぜひよろしくお願いします。明日の5時から始まります。配信時間はまた追って送ります。ありがとうございます。はい、そんな感じで今日はちょっと終わりたいと思います。ランキングを見ます。13位レレレレレレさん、12位イサオさん、11位タイスケさん、10位エダッチさん、9位しのぶさん、8位ハヤさん、7位鉄五郎さん、6位レナメロさん、5位ミッフィーさん、4位ムーヒットさん、3位レイメイさん、2位チグマサさん、1位ゆずこしょうさん、皆さんありがとうございました。急だったのにありがとね。明日は多分夜ぐらいになると思うので、ぜひ遊びに来てね。それではありがとう、またねー、おやすみなさい、バイバーイ。